トータベルは、フランス、奥下シタニー地域圏ピレネーオリアンタル圏のコミューン。県北部、アリーダニの中にあるトータベルは、コルビエール地方に属する。アリー国は、オード圏との境となっている。村には、アリー川の支流ベルデューブル川が流れる。1011年にトールティベルの名で初めて現れた。1020年にはトールテボロ、その後、トールハルとなった。 アラゴ洞窟入り口現在のトータベル近くに1963年以降の考古学的調査で国際的に知られるようになったアラゴ洞窟がある。この洞窟は戦死時代より谷を見下ろす位置にあった。整然とした発掘調査が行われて7年後、1971年7月。 プロバンス大学のアンリド・ラムリー教授のチームが35万年前の人類の頭骨を発掘した。その頭骨は20歳の男性で、身長160センチメートルのトータベル人であった。トータベル人はほぼハイデルベルゲンシスに属し、交体した額、高い頬骨、頑丈な顎といった初期のヨーロッパ人の特徴をすべて備えていた。それ以来、 毎年恒例の発掘調査で100人以上の人類の化石が見つかった。洞窟内での発掘調査は、ホモ・ハイデルベルゲンシスの集団の生活や環境を研究するのに役立った。そしてこの地には、69万年前から6万年前までの間、流浪しながら狩りをする人々が訪れていたことを示唆している。参照元、INSEE。ありがとうございます。